こちらはあの第7期のハイライトでございます。まず業績面ですけれど、前期に取得した病院からの陳情収入が、通期で寄与して増収増益となりました。その結果、一口当たり分配金は2699円 と前期比プラス46円、予想比プラス50円の増配を実現しました。資産規模につきましては前期末からは変わっておりません。一方でパイプラインの方はスポンサーのブリッジファンド等を活用して300億円超まで積み上がってきてます。財務マネーでは3月に期限を迎えた80億円につきリファイナンスを実施いたしました。こちらはあの B 列が第8期の予想値です。営業収益は新たに取得する2物件の陳情収入によりまして、前期比プラス3300万円の増収を見込んでおります。一方で費用面は物件取得に伴い減価償却費が増加して、また10月に開催予定の投資主総会の費用がかさみますけれど、当期純利益ベースで見ると5億3500万円とプラス1400万円の増益を予定しております。この結果、一口当たり分配金は利益超過込みで3100円、利益上無超過分配を含まないベースでも2773円 とこちらはあの過去最大の金額となる見込みでございます。C 列は第9期の予想値です。営業収益は第8期に取得する物件の陳情収入が通期で寄与して、一方費用面ではポートフォリオの拡大に伴うこと税、資産報酬の増加が見込まれますけれど、当期純利益は前期比プラス500万円の5億4100万円を確保できる予定です。一口当たり予想分配金は利益超過分込みで3130円、含まないベースで2801円を見込んでおります。投資主活用のさらなる向上に向けての取り組みについてご説明をさせていただきます。1点目ですけど、外部成長戦略の一環として有料なパイプラインの拡充に努めてまいります。本投資法人は設立当初よりスポンサーのネットワーク等を活用して良質な案件が集まる仕組みの構築に努めてきました。開発案件や病院案件、また入札によらない開設未設案件の補足など、具体的な成果として実を結び始めているところでございます。2点目は継続的な利益超過分配の実施でございます。繰り返しになりますけれど、余剰資金の有効活用の一環として毎期減価償却費の 20% をめどに利益超過分配を行っていく予定でございます。3点目は ESG への取り組みです。本投資法人が掲げる理念の実現に向けてESG に配慮した資産運用の実践は大変重要であるというふうに認識しております。こういったことを一つ一つ、真摯に取り組み、投資口価格の向上、ひいては投資主価値のさらなる向上に努めてまいりたいというふうに考えております。